次に渡辺誠一郎議員に質問を許します渡辺誠一郎議員私は市民クラブの一員として先に通告しました事項について順次質問いたします まず農業振興施策についてのうち園芸作物の振興についてお伺いいたします会津地域は全国有数の米どころであり特にコシヒカリは特 A という魚沼産コシヒカリと同等の最高レベルの食味であるとして高く評価されていることは今さら申し上げるところもないところでありますこれは会津地域が 古くから水稲の栽培に適した気候風土であることの表であり、逆に言えば、このことが水稲に依存した経営からの転換を阻んできた要因の一つでもあります。私は、去る19年12月の定例会において、米価下落や担い手の高齢化、担い手不足など、農業を取り巻く環境は一層厳しさを増しているが、 厳しい農業情勢にあっても農業産出額を維持している県,も県や市町村もあり米に過度に依存した経営体質から園芸等への転換を進めることは急務であると指摘しました当局からは本市農業産出額の減少要因と認識については経営工地面積の減少と米価下落が大きな要因と 受け止めており今後も米価下落傾向が続くとの予想の中で過度な米依存体質からの転換と低コスト化や付加価値の高い生産体制の確立が急務,である急務であると認識しているとの答弁をいただいた経過にあります本市の農業歳出額のピークは平成2年で約 億 5, 万円そのうち米の占める割合は64.63%であり直近の統計では農業産出額が102億円米の占める割合は65.88%となっております産出額で約57億5300万円減少して,いるにもしているにもかかわらず米の占める割合は 1.25%上昇しており、依然として米の依然度が高いのがわかります。そこでお伺いしますが、市町村県や市町村の立地条件や産業構造に下がることは理解し理解をしていますが、先ほども申し上げた通り、厳しい農業情勢にあっても農業産出額を維持している県や市町村もあります。 そういった県や市町村と本市との違いは、えー、どこにあると考えているのか、見解をお示しください。また、本市の農業産出額が大きく低下した要因については、前に当局から、経営耕地面積の減少と米価下落が大きな要因である旨、えー、答弁をいただきましたが、市が推進されている、例えば、 集落営農の推進や担い手の育成といった対応策は米価が下落して小規模経営では成り立たないから集約しましょうという水道中心の対応,対応策であり本市の農業産出額自体が向上する対応策ではないことは明白であります本市の農業産出額自体を向上させるには 米に過度に依存した経営体質から脱却し、園芸作物等への転換を積極的に進めることが重要であるとの考え方をただした私の質問に対し、繰り返しになりますけれども、当局も過度な米依存体質からの転換が急務であると答弁されております。そこでお伺いしますが、この答弁をされた平成19年、 12月定例会での答弁以降、どのような施策を展開してこられたのか、見解をお示しください。そして、そのことにより、米以外の部分で農業産出額はどのように変わったのか、過度な米依存体質からの転換が図られたと認識されているのか、その見解をお示しください。さらに 園芸作物等への転換を進める上で、どのような施策が重要かつ効果的と考えているのか、見解をお示しください。次に、有給農地対策について伺います。平成21年12月に改正農地法が施行され、農業委員会は毎年1回、農地の利用状況について調査を行わなければならないこととされ、 有給農地や利用程度の著しく劣っている農地については当該農地の量増進を図るため必要な指導をするものと規定されました私も農業員の一人としてその調査に携わり有給農地の解消指導に当たっていますが有給農地の指導所有者に有給農地を解消するよう指導をしましても その所有者からは高齢で工作できない後継者がいないため労力不足である基盤整備されていないので、うん、借りてくれる農家もいない一体何を作ればいいのかなどのお答えが返ってくるのみであります農地法では農業委員会が有給農地の解消指導に当たる旨規定されていますが農業委員会の 有給農地解消指導はあくまでも対症療法でしかなく農業委員会が指導したからといって単に有給農地という業種が管理するわけではありませんつまりなぜ有給農地になったのかその原因は一体何なのかどこにあるのかを明確にしそれに適切に対応しない限り有給農地が完全に解消されることは ないものと考えますそこでお伺いしますが平成23年4月現在で有給農地面積は41.3ヘクタールであり館内の農地面積6980ヘクタールの0.59%平成20年4月現在では50.7ヘクタール0.72%で 9.4ヘクタールの増加となっており、その発生要因をどのように認識しておられるのか、見解をお示しください。また、なぜ有料農地が有給農地になったのかについても、見解をお示しください。さらに、有給農地の発生要因に対して、今までどのような施策を講じてこ,じてこられたのか、見解をお示しください。そして、 有給農地の解消にかかる各種施策についてどのような成果があがったのかどのように自己評価されているおられるのか施策ごとに具体的にお示しください次に地産地消の取り組みについてお伺いいたします市は地産地消の取り組みを進められていますが現在までの取り組み経過とその取り組みにより どのような成果があったと自己評価されておられるのかお示しください。市が取り組まれている地産地消の取り組みについては一定の評価をしているところでありますが現在生産されている農産物をいかに消費拡大するかという生産者側の視点に立った取り組みに力点が置かれている印象を受けます。本来 流通経済は消費者が求めているものをいかに供給・生産していくかという消費者側の視点に立った取り組みが基本であり消費者のニーズに即してこそ持続可能な農業の発展が確立されるものと考えますつまりは地産地消ではなく消費者のニーズに即した地消地産に直点を置いた取り組みとして 進める必要があるのではないかと考えます。そこでお伺いいたしますが、今後、地産地消の取り組みをどのように発展させていくのか、併せてその取り組みの中で、消費者のニーズに即位した地消地産に力点を置いた取り組みを展開される考えがあるかどうか、見解をお示しください。えー、大項目の2つ目といたしましまて 市の歳入確保施策について伺います。広告事業とネーミングライツ、命名権の販売についてであります。国立社会保障人口問題研究所は、去る1月に2060年の人口は、8674万人まで減少すると、日本の将来推計人口を公表いたしました。 これによりますと、2010年の1億2806万人に比べ、50年間で4132万人、32.3%を減少し、65歳以上の割合は、2010年の23%から、2060年には39.9%に対して、超高齢化が進むと予測しており、 年金、医療保険など、社会保障制度改革の行方に影響を与えるとともに、日本の経済の活力をさらにものではないかという懸念が高まっております。人口減は国内市場の縮小に直結してデフレを加速させ、企業の海外進出にも拍車がかかり、国内産業の空洞化をさせかねないところです。 日本経済のお病といえるデフレの根本原因は需要不足であり企業の潜在的な供給力に対し実際の需要がどれだけ不足しているかを示す需要ギャップは年間で15兆円に上がると言われております人口減はさらなる需要減退につながり企業の値下げ競争が激化し デフレ脱却が登録可能性を指摘すする声もありますこのことは国内経済は申し上げるまでもなく、国をはじめ地方公共団体においても、税収の落ち込みに直結し、財政規模の縮小、地域経済の低迷と負の連鎖が止まらない状況に陥っていきます。私は去る平成20年9月期間において 部局ごとの総額配分方式は予算、事業の好調化を招いている旨、指摘をいたしましたが、市長のリーダーシップによる事業の選択討集中は当然必要ではあるものの、そもそも財源が好調化している状況においては、市長がリーダーシップを発揮されようとしても、おのずと限界があるものと推察します。 市長の思い描かれている施策の実現や、市民から寄せられる多くの要望に応えるためにも、まずは財源の確保が重要であり、人口減に起因する経済縮小、税収の申し込みに対応するには、使用料の適正化、市税等収納率の向上、未利用・公有地の処分などはもとより、 それ以外にも、新たな再入閣対策が必要不可欠であると考えております。全国の自治体においても、さまざまな再入閣対策が講じられており、例えば岡山県では、公共施設に愛称をつける権利、ネーミングライツを販売し、県総合グラウンド陸上競技場の愛称を決定するなどの取り組みを行っており、 他の自治体においてもホームページにバナー広告を掲載するなど様々な再入確保対策を講じ,講じているところであります本市においても藍澤鎌市広告掲載等に関する要項を定め市のホームページにおいて広告事業を募集しておりますがその中で現在継続募集中とされているのは 一事業のみであり他は募集を締め切るなど募集をしていない状況にありますそこでお伺いいたしますがこの広告事業について現在までどのように取り組んでこられたのか各事例ごとにその経過と成果について見解をお示しくださいまた新たに完成する会津総合運動公園の陸上競技場はもとより 会津球場や会津ドームなどの公共施設について岡山県のように公共施設に相性をつける権利を販売する考えはあるのか見解をお示しくださいまた同様に風雅堂や稽古堂など既存の公共施設についても新たにネーミングライツを販売する考えについても見解をお示しくださいさらに 毎月発行されている非正代売りについては市内全個に配布されることから広告媒体としての効果が高く企業にとっても魅力があるのではないかと思われますが非正代売りへの広告募集についても検討する考えはないか見解をお示しください最後に会津若松駅は観光都市でもある会津若松市の玄関口でありますが 相沢松駅公園にある花壇についても、重症で企業に貸し出し、企業として美しい四季の花々を植えるなど、適切に管理してもらいながら、同時に企業の看板を設置させ、企業の PR として活用してもらうなどの手法も考えられるのではないかと思いますが、見解をお示しください。以上で壇上で壇からの質問を終わります 長渡辺誠一郎議員のご質問にお答えしま,すまず、農業振興策のうち、地産地消の取り組みについてであります。はじめに、現在までの取り組み経過と成果の自己評価についてであります。本市の地産地消推進につきましては、平成14年度に地産地消推進協議会を設立し、推進体制を整備するとともに、 平成19年には会津若松地産地消推進プランを5カ年計画として策定し生産、流通、消費、食育を4つの柱として関係機関と連携しながら地産地消の推進に取り組んできたところであります具体的な取り組みにつきましては地産地消祭りなどイベントの開催による啓発活動を行いまた 地産地消協力者制度の創設により、地元農産品の消費拡大、安定供給を図るとともに、学校給食への地元農産物提供などの実践活動を展開し、積極的に地産地消運動を推進してきたところであります。これらの取り組みを通し、地産地消認識度は平成18年度59%であったものが、 平成23年度には72%に向上し、また地元農産物を使用する地産地消協力店舗数は55店舗から138店舗へ増加するなどの結果が得られており、一定の成果があったものと認識をしております。次に、地産地消への取り組みについてであります。この推進に当たりましては、 地域に根ざした着実な取り組みが不可欠であり、今後も関係機関と連携しながら、本市全体に地産地消が浸透するよう取り組んでまいります。さらに、時代のニーズに基づき、地元農産物を活用した商品開発の仕組みづくりや、原子力発電所事故による風評被害対策など、現状を勘案した新たなプランを作成し、地産地消を推進してまいります。 次ににに消費者ニーズに即した地,消地産の展開についてでありますこれまでも農業者と食品関連事業者との意見交換会を開催し、ニーズの把握を行うなど、消費者の視点に立った地元農産物の利用促進に努めてきたところであり、今後も地消・地産の視点での取り組みについても、充実を図ってまいります。 なおその他のご質問については主管者よりお答えを申し上げます農政部長お答えいたします園芸作物の振興のうち産出額を維持している県や市町村と本州との違いについてであります農業産出額につきましては主に米価下落の影響により全国的に減少傾向にある中 平成17年度と平成22年度の比較において、産出額を維持しているのは6県、うち4県は関東地域であり、降雪が少ないという気象条件の中で、周年栽培が可能であることや、首都圏の市場に近接している利点を生かした施設園芸などへの取り組みが、産出額を維持している要因であると捉えております。 次に米から多作物への転換に向けたこれまでの取り組みについてであります。市ではこれまでも水田活用交付金による転作作物への助成、施設園芸の推進に向けたパイプハウスなどの導入支援、アスパラガス種苗の助成、さらには効率的な経営を目指す集落営農の推進、地域農業の担い手の育成などにより、 園芸作物をを含めたた複合経営を推進してきたところでありますまた、米以外の産出額についてでありますが、j 合図における本市の米以外の販売実績によりますと、平成19年度から平成22年度までは増加傾向にあるものの、平成23年度は豪雪によるパイプハウスの被害に加え、原子力発電所事故の影響により、平成19年度の販売実績に対し、 約7%ののの落ち込みとなってておりりまますす次にに米存体質からの転換への認識についてであります農林業センサスによりますと、本市のデータでは、販売を目的とした野菜類の栽培面積において、平成17年と平成22年を比較すると、約6%増加しており、少しずつではありますが、米以外の農産物の生産振興が図られてきたものと認識しております。 次に、園芸作物などへの転換を進める上で、重要かつ効果的な施策についてであります。今後も、園芸施設や種苗に対する助成、さらには集落営農や新規収納など、担い手確保といった生産面での取り組みだけでなく、農産物の販路拡大に向けた施策として、伝統野菜、有機栽培、特別栽培などをはじめとした会津野菜の PR による園芸作物のブランド化や、 次に、有給農地対策についてであります。まず、有給農地が増加した要因についてであります。全国的な傾向と同様、主に未整備や小区画など、工作条件の不利な農地の一部が、新たに有給化したものと認識しております。次に、有給農地が生じている要因についてであります。 農業者の高齢化と米をはじめとした農産物価格が低迷していることにより、農家の後継者が農業に魅力を感じられず、農業を継承しないことや、集積事業に対する所有者の理解不足のため、担い手に集積できずに有給化している事例もあるものと認識しております次ににに発生要因に対しててて講じてきた施策についてであります。 まず、農地集積事業により、高齢化などで離農する農家の農地を担い手に集積するよう誘導するとともに、個別所得保障制度の規模拡大加算により、担い手の経営構築の連端化および大規模化を推進しているところであり、有給農地化の防止に貢献しているものと認識しております。また、中産間地域等直接,直接支払い事業による農地の保全活動や農業生産活動を通じ、 工作放棄地の発生を防止するとともに、農地水環境保全向上対策事業により、地区住民による共同の活動を通じて、農道、水路などの維持改善、農地の保全活動を推進してきたところであります。次に、解消にかかる施策についてであります。工作放棄地解消対策協議会による発生防止に向けた啓発などのほか、国の工作放棄地再生利用緊急対策交付金の活用により、 耕作放棄地の一部において、菜の花栽培などの生産活動が行われるなど、再生が図られてきたところであります。また、国の交付金の対象とならない農地については、市の負担により、協議会が独自に解消に向けた支援を行うことにより、耕作放棄地の解消に一定の成果はあったものと認識しております。<長>財務部長。 お答えいたします市の歳入確保施策のうち、広告事業における現在までの取り組みと成果についてであります。広告事業につきましては、あ新たな財源確保とともに、行政サービスの向上と、地域経済の活性化を目的として、平成20年度に要項を整備し、市政代理への広告掲載や、視聴者の玄関マット、c r ロム、 封筒などへのの広告付きき物品の募集を行ってきたところでありますその結果、広告付き物品の募集につきましては、オープンオフィスソフトが収納された広告付きの CD ロムを3事業所より提供していただいたところであります議<長>企画政策部長。お答えいたします。 市政代理への広告募集についてであります。市政代理への広告掲載につきましては、平成20年度及び21年度に入札参加者の募集を行いましたが、いずれも実現に至らなかった経過にあります。このため、広告事業の現状を精査してまいりましたが、地元の民間広告媒体における広告料の相場や記事の 掲載分量との兼ね合いなどもあり、平成22年度以降、広告募集を行っていないところであります。なお、引き続き、民間や先進自治体の広告事業の現況を調査していくとともに、紙面構成と広告掲載の方法についても、改めて検討してまいります議長。財務長 お答えいたしますす公共施設へののネーミングライツの導入についてでありますまず会津風雅道や会津稽古道などの既存の公共施設につきましては、末永く市民の皆様から愛され、利活用がなされるよう、広く募集を行い、愛称等を決定した経過がありますので、改めてネーミングライツを導入することは想定していないところであります。また、今後建設する新たな公共施設へのネーミングライツの導入につきましては、 原価の景気動向や企業の景気動向を緩和すると、厳しい状況にあると指導されるところではありますが、その価格設定や募集要件と他の自治体の取り組みについて、情報収集を行いながら、今後も研究してまいりたいと考えております建設部長。お答えいたします。 駅前公園内の花壇を企業に貸し出すことについてであります本市では市民一人一人が主役となる市民参加のまちづくりに取り組んでいることから駅前公園につきましても花の植え付けから管理までを花と緑のスタッフの方々により実施していただいているところでございますまた市内の中学校や高校が行うインターンシップ事業として 生徒が花と緑のスタッフとの共同作業により、花壇整備を行う公園としても活用しており、当面は公園へのスポンサー花壇への設置ではなく、市民参加による花と緑のまちづくりを推進する花壇として管理する、管理してまいる考えでありままますすす以上でごござざいいい渡辺政治議員答弁ありがとうございます、えー、再質問させていただきます。 園芸作物の振興についてでございます、これは農家,も農家もですね、一経営者、一企業ということで、自ら経営努力をしな,しなければならないことは当然でありますけれども、本質としまして、園芸作物振興などのなど、過度に米に依存しない農業振興の道筋を明確に示すこと。 その誘導施策を講じることが必要不可欠ではないかと、また、厳しい農業情勢にあってもです、ね、農業産出学を維持している県や市町村との差は、そういうところにも一因があるのではないかと思われます。あの米に依存しない農業振興の道筋がです、ね、明確に示されていない。 また、その誘導施策が不十分だからこそです、ね、結果として現れてこないのではないかと思われますが、それについての見解をお示しください。また、米に依存しない農業系を確立するためには、農家は何を求めていると考えているのか、それについての見解をお示しください。 それとです、ねあの、有給農地についてありますけれども、悠久農地の所有者はです、ねあの、好きで田畑を荒らしたりです、ね、先祖で伝来の農地を守り、次の世代につな、うん、げていきたいという考えを常に持ちながら、現実問題として維持・管理できないという、恐らくつらい気持ちでいると思います。 それは理解していただきたいと思いますが、そういった方々がですね、何を望んでいるのか、それを理解しない限り、有効な政策を講じることは難しく、有給農地の解消につなげていくことは困難では、困難であると思います。なぜななぜら高高齢齢化化やや手不足が有給農地の発生要因ではなくです、ね高齢化や 担い手不足になったその要因こそが、有給農地そ、うん、そもそもの発生要因であるからであります、つまりはです、ねえー、農家は儲からない、農業ではあ生活できないという根本的な要因がその根底にあり、その結果として高齢化や担い手が起こり、そして有給農地が増えているということをしっかりと理解して、 その対策を講じなければ有給農地解消は混乱であると思いますそこで、再度お伺いしますけれども、悠久農地のそもそもの発生要因として、先ほど申し上げました農家は儲からない、農業では生活できないという根本的要因が根底にあると私は認識しております。 東京ではどのように認識されているのか、見解をお示しください。さらにその根本的な要因に対し、市として何をなすべきと考えているのか、そしてそれを今後、どのように具体的に反映させていくのか、再度お考えをお示しください。以上で終わります農政部長。 えー、3点ご質問いただきましたので、えー、まず1点目のです、ねえー、過度に米に依存しないための、まあ、農業振興の道筋についてであります、えーまあ、本市の農業所得の維持・向上を図る観点からです、ね、今お話しいただいた過度に米に依存しないための農業振興の道筋につきましては、えー、本市の食料農業農村基本計画であります アグリワクマス活性化プラン21におきまして、食料の安定供給の施策の方向として、この過度な米依存体質からの転換を図り、特に園芸作物の生産振興により、経営の安定化に努めるということを明確に示しているところであります。えーまあ、本年度、この会ク若松活性化プラン21につきましては、見直しを予定しておりますので、これまでの取り組みを検証しながら、 単に生産面だけでなく、販売面、販路拡大も含めたですね施策として位置づけをし、園芸振興が図られるよう取り組んでまいりたいと思います。でまた、その誘導施策についてでありますが、これまで国の生産調整にかかる交付金、補助金の活用や、国県の価格保証制度の活用、また市独自の機械、施設導入に向けた支援、 種苗助成などを行ってまいりましたけれども、えー、まあ今後につきましては、まあ、こうした直接的なまあ支援の考え方と合わせてですね、やはり期間となります水田農業、この部分の集約化、効率化を図ってですね、特にまあ高齢者や女性農業者の方の軽減、経験や能力を生かした園芸振興、さらには付加価値を目指した加工販売など、 地域の労働力を有効に活用した、まあ、いわゆるその集落へのという都市の活動展開によって、この園芸作物の振興に努め、経営の安定化、所得の確保に努めてまいりたいという考え方をしております。えー、次に二つ目のですね、そのために農家は何を求めているかというご質問でありますが、 えーまあ、ご案内のとおり、本州の農業お、生産額の約7割を米が占めているということで、この期間であります米のですね近年の米価下落傾向、非常に影響が大きいということで、えーまあ、稲作農家特に規模,規模が大きい農家ほど、その影響が大きいということでありますで。こうした中で、やはり米を中心とした中でですね、 園芸作物との組み合わせによる、まあ、いわゆるその複合経営によって経営の安定化が望まれているという状況にございます。でただ、しかしながらですね、現状の園芸作物におきましては、あいわゆる労働力なり、施設整備に対する投資なり、えー、さらにまた維持管理、えー、さらにまた自然災害に,、えー、によるまあ影響ということで、まあ、非常に現実の経営においてはですね、 ま、非常に不安定要素、リスクを抱えているという状況にございます。で、えー、こうしたことからですね、まあ、いわゆる農家の声ということにつきましては、えー、とりあえずま、こうした生産のリスク回避に向けた支援策が求められているものというふうに受け止めております。で、基本的には、今申し上げました、複合経営ということになりますが、まあ、原則的にやはり適地適策を原則にですね、自己労働力を最大限に活用した中で、 経営安定化を図るための作物の組み合わせによって、えーまあ、複合経営の確立、さらにまた加工などの付加価値を高めた生産活動の構築が必要であるというふうに考えております。でこうした中で、市、まあ、といたしましても、地域の実態やです、ね、農業者の意向の把握に努めて、えー、生産振興が図られるように取り組んでまいりたいという思いをしております。 3点目の有機農地発生の根本的要因、その具体的な対策ということであります。先ほどの答弁にも申し上げましたけれども、根本的な要因ということになりますと、やはり県業高齢化の中で、工作条件が不利な地域ほど、いわゆるその担い手不足により集積ができないこと、さらにまた米価など、農産物価格が低迷していると、反面、 農業資材や機械などによる経費が増大するということで、経営そのものの維持がやはり混乱になってきているということが、主な要因ということで捉えております。でこうした状況を踏まえてです、ね、有給農地の発生を防ぐためには、今行っております、中山間地域等直接支払い事業や、農地水環境保全対策事業など、いわゆるその地域集落ぐるみです、ね、この農地の保全を図っていくことがやはり重要であるというふうに認識をしております。 えー、さらにそのためには、ね、今年度から地域が主体となって、えー、地域の課題解決に向けた取り組みとして、まあ、この国の政策にはなりますが、今年度から人のうちプランという形で作成が出てきております。でこれはまさしく、ですね、えー、その地域の話し合い、合意に基づいて、まあ、地域の担い手をどうい続けていくのか、地域ののをどう守っていくのかと。 いうう話し合いいいの中でプランを作成すするという形になります、まあ、いわゆるその地域のマスタープランというような形になりますので、えー、まあここらへんの作成を通して、ね、地域の農地保全、えー、有給化防止に向けた取り組みに資するよう、えー、行政においても側面的な支援をしながらです、ね、えー、農地の保全につながるような取り組みを進めてまいりたいということで、思っております。